義援公園、入口県吉縁供養等義援、または、源の義援は、平安時代末期の僧侶で、源の義朝の蜂を。母は、時は御前で、陽名は、音赤丸。同母兄に、あの禅城、同母帝に、源の義経がいる。源の頼朝の異母帝。子に、愛知義政はじめ、恩城寺にて出家して、教皇炎上となり、 後白河天皇御子である円系法親王の傍観を務めていた。京皇は母が再婚した養父の一条大倉京に、ちなむ命名と考えられるので、養父の縁子によって円系に仕えたとみられる。いぼ兄の頼朝が打倒、平家の兵を挙げると、その指揮下に合流し、父である義朝から一時取って義縁と改名する。自称五年、おじみなもと雪家が終わりで挙兵すると、 よりの命により、援軍としてその陣に参加。すのまたが若藩にて、平重平らの軍と対峙する。この時、義援は短期的陣に野衆を仕掛けようと試みるが失敗。平家の家人、高橋も立綱と交戦の末に打ち取られた。去年27。なお、東鏡には義援がよりともの元に赴いた記述がないため、義援は、 直接終わりに入り独自に挙兵したのではないのかという説もある。維持である吉成は愛知総を漁し、愛知市の祖となった。また、義援の墓は岐阜県大垣市砂又町上未の田畑の中にあり、旧砂又町の文化財に指定されている。すぐ近くには義援公園があり、中には砂又川合戦の日や義援地蔵、源の義援供養島などがある。 ありがとうございます。